かかみがはらし、ふれあいバス、かかみがはらし、ふれあいバス名鉄新湯沼駅前にて、かかみがはらし、ふれあいバスとは、岐阜県かかみがはらしが、岐阜バスに委託して運行している、コミュニティバスである。単に、ふれあいバスとも言う。太字の停留所で、鉄道、他路線のふれあいバス、ふれあいタクシー、他社のバス、高速バスに乗り換えることができる。日の、ポンチョ十代と呼びとして、 三菱エアロミディ KK1 台が使用されている。当初、寄付バスコミュニティの運行委託の上市民から寄せられた赤、青、緑の専用塗装の三菱エアロミディ KC3 台が使用されたが、本格運行に伴い2003年7月に北部線専用車両の三菱エアロミディ KK1 台が使用開始し、さらにはうぬま線専用車両で新たに段差のない。 ノンステップバスの日のレインボー HR1 台を新たに導入した。2004年7月に平日に、川島線、土日休日に、川島休日線の新設に伴い、1台が新製造日された。また2008年1月には、従来の車両を置き換える目的として川島、北部線に段差のないノンステップバスの日のポンチョ1台を新たに導入した。2009年3月に、 西部、宇沼線に一大増備、12月に、東部、南部線に一大増備、2011年1月にも、東部、南部線に一大増備、2015年9月に、路線再編に備え3台を増備した。また、2019年には、日の、レインボー HR を置き換えるため、日の、ポンチョを3台投入した。2015年10月1日より、スウェイ、鏡地区、 および沼南地区で寄付交通に委託して運行するデマンド方式のタクシーが導入された。愛称は、フレタくん。一乗車300円均一。小学生、65歳以上。障害者は、半額の150円。未就学時は無料。赤カード、フレアイバスの1日乗車券は使用できない。各地区内のみで運行し、停留所以外での乗り降りはできない。スウェイ。 鏡地区は26カ所の停留所が設置され、市民休場前と、うぬま福祉センターで、ふれあいバスと相互に乗り継げるように運行される。また、幅駅で、名鉄鏡ヶ原線に、JR 鏡ヶ原駅で、JR 高山本線に乗り換え可能。うぬま南地区は14カ所の停留所が設置され、市民プールと、アピタカアマホームセンターで、 ふれあいバスと相互に乗り継げるように運行される。また、JR 高見ヶ原駅で高山本線に乗り換え可能。乗り継ぎ拠点でふれあいバスへ乗り継ぐ場合には、ふれあいバス乗車券が渡され、無料でふれあいバスに乗ることができる。ふれあいバスからふれあいタクシーへの乗り継ぎには、各運賃が必要なので、半額対象者でも合計250円かかる。毎日運行であるが、 各便の予約締め切り時刻までに電話予約が必要。複数の人との乗り合いとなるため、最大4人での乗車となる。1便につき、最大2台で運行される。2007年7月21日、イオン・かかみがはらショッピングセンターのソフトオープンに、合わせて、かかみがはら市役所前駅とイオン・かかみがはらショッピングセンターを結ぶシャトルバス、イオンモール・かかみがはらシャトルバスとして、 運行開始。2014年9月20日に、名鉄岐阜駅、JR 岐阜駅とイオンモールかかみが原を結ぶ、快速イオンモール、かかみが原線の運行開始により、イオンモール、かかみが原線に改称した。岐阜バスかかみが原営業所が運行する。途中のバス停は、新中駅北口、市民公園中央図書館前。2007年8月31日までは無料。 9月1日以降はワンコインバスになる。フれ合いバスで赤が使用できるようになった2015年10月以降もイオンシャトルバスでは現金払いのみとなっていたが、2020年3月31日よりイオングループの電子マネーワオンでの運賃決済が可能となっている。ありがとうございます。